埼玉はおしゃれ。いいな、埼玉に住みたいな。何を言ってるんだ霊夢。埼玉って昔からパッとしないじゃないか。ちっちっち、わかってないわねマリサ。どういうことだ。埼玉市はデータで見ても、買い物に便利で住みやすい街だと全世代から評価されているわ。株式会社リクルートが行った住みたい街ランキング2022首都圏版では、5年連続で大宮と浦和がトップ5にランクインしてるのよ。なんだって、昔なら埼玉はダ埼玉ってネタにされてたし、2019年に公開された飛んで埼玉なんて凄まじいディスり方をしていたのに、私が知らない間に埼玉はどうなってしまったんだ。マリサ、埼玉の魅力を知らないなんて人生損してるわ。そんな人生がかかってしまうほどの魅力なのか霊夢。もちろんよ。今回は埼玉がおしゃれで魅力的な街だと紹介していくわ。おう、どんなもんか楽しみにしてるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。今の埼玉は、ダ埼玉。まずざっくり埼玉を紹介するわ。埼玉は面積は約3798平方キロメートルで、全国では39位の広さよ。39位ってことは狭い方なんだな。そうね。日本には47都道府県あるから下から数えた方が早いわ。でも令和4年時点の埼玉県の人口は約730万人で、全国で5番目に多いのよ。じゃあ人口密度が高いんだな。しかも平成25年から毎年1万人も人口が増え続けているわ。人口増加率は全国トップよ。1万人も、人口減があちこちで問題になってるっていうのに、なんで埼玉だけ増え続けているんだ？ズバリ、埼玉は都会と田舎の魅力を持つ多埼玉だからよ。多埼玉って一体何なんだぜ？多彩な魅力を持つ埼玉って意味でそう言われてるわ。今の埼玉はダ埼玉じゃないのよ。昔は何もないって言われてたのに今は多彩なのか？昔のことをいつまでも気にしていたらダメよ。ここからはさらに埼玉が多くの人を引きつける魅力を紹介していくわ。おう、楽しみにしているぜ。市の数が日本一多い埼玉。ところでマリサ、埼玉の市がいくつあるか知ってるかしら？え？埼玉市に大宮に。正解は40市よ。時間切れになるのが早すぎなんだぜ。というか、40もあるのか。埼玉は日本一市が多い県なのよ。市と町の違いは人口規模で、人口5万人以上でない都市にならないのが一般的よ。さすが霊夢、物知りなんだぜ。人口が多くないと名乗れないんだったら、埼玉は発展してる都市ってことになるのか？その通りなのよ。近年は再開発が進んで街が綺麗になってるし、人口が多い街は治安が悪くなりがちだけど、埼玉は全体的に治安が良いわ。治安の良さや安全って、住むなら絶対に妥協できないところだもんな。令和4年度の埼玉市の調査によると、87.2% の市民が利便性、住環境安全などの観点から、埼玉市は住みやすいと回答しているわ。さらに 87.1% の市民が今後も埼玉に住み続けたいと答えているのよ。データだけでなく、実際に住んでいる県民の満足度まで高いとは説得力あるんだぜ。住民の満足度まで高いなんて埼玉はすごく良い街なのか。驚くのはまだ早いわ。埼玉にはもっと良いところもあるのよ。埼玉の名所。しかし住みやすさは確かに重要だけど、埼玉は何もないイメージがあるぜ。魅力的な街には違いないとしても、おしゃれではないんじゃないか？マリサは、所沢桜タウンを知っているかしら？全くわからないんだぜ。所沢桜タウンは埼玉の新名所よ。角川と埼玉県所沢市の共同プロジェクトによって2020年に誕生したわ。ミュージアムや体験型の書店、アニメゲームの世界に浸れるホテル、イベントスペースなどがあって、アニメ好きの人だけでなくファミリーやカップルも楽しめるのよ。もしかしてテーマパークなのか？絶叫系の乗り物とかはちょっと苦手だから楽しめるか不安なんだぜ。所沢桜タウンは、大規模複合施設と言われているわ。乗り物はないから安心して楽しめるはずよ。どちらかといえば世界観や雰囲気を楽しむ場所だから、あまりアクティブでなくても楽しめるわ。日本最大のポップカルチャー発信拠点を目指すのがコンセプトよ。そうなのか。なんだか面白そうだな。もう一つ、埼玉県の名所として、越谷市にあるイオンレイクタウンを紹介するわね。イオンって全国どこにでもあるんじゃないのか？なんで埼玉の名所なんだ。イオンレイクタウンは日本一大きなショッピングモールなのよ。そんなに大きいのか？敷地面積は22万4000平方メートルだから東京ドーム 4.5 個分ね。700以上の店舗が入っているわ。楽しそうだけど歩くと疲れそうだな。確かに端から端まで歩くのはちょっと大変よ。イオンレイクタウンを楽しむときには、目的のお店をあらかじめ決めておくのがおすすめだわ。そして大きさだけでなく自然豊かなのもポイントよ。敷地内には5万本の木が植えられているわ。中には果実をつける樹木もあって、四季折々の風景が楽しめるの。楽しい買い物と綺麗な景色が同時に楽しめるんだな。もし歩き疲れたとしても、ショッピングモールなら休憩できるお店もあるだろうし、家族でもデートでも遊びに行きやすいだろうな。そうね。気軽に利用しやすいフードコートもあれば、おしゃれなカフェもあるし、
おなじみのファーストフード店も多いわよ。美味しいお店がたくさんあるなら、歩き疲れても安心だな。たくさんお店はあるから、食べるのが好きなマリサでも、お腹が空いて困ってしまうことはないわ。心の中を読まれてしまったんだぜ。ユニークなご当地うどんが多い。実は埼玉ってうどん大国なのよ。うどんは香川のイメージがあったんだぜ。埼玉のうどんの生産量は香川の次に当たる2位よ。埼玉は気候や土壌といった環境面で、うどんの原料の小麦を作るのに適しているわ。昔から米作りの裏作で小麦が作られていたみたいよ。うどんは好きだぞ。安くて美味しくて、おやつにもご飯になるよな。埼玉には、歴史ある郷土料理から B 級グルメまで、たくさんのうどんがあるわ。マリサもきっと気に入るはずよ。たくさんって、どれくらいの種類があるんだ？県内のご当地うどんだけでも20種類くらいあるわ。20種類はすごいぜ。さすがの私も20杯は食べれないかもしれないぜ。うどんの食べ歩きをするなら何日か必要だな。埼玉のご当地うどんの中でも、特に定番なのは武蔵野うどん、加須うどん、熊谷うどんね。それぞれどう違うんだ？まず武蔵野うどんは見た目が少し茶色いつけ汁で食べるうどんよ。麺のコシが強くて野菜がたっぷり入っているわ。江戸時代から食べられてきたそうよ。そんなに昔からうどんが盛んだったのか？そうよ。武蔵野うどんの武蔵野は地名なんだけど、地元の人は武蔵野うどんとは呼ばずに手打ちうどんと呼ぶわ。関西風お好み焼きは関西だとお好み焼きと呼ばれたり、広島風お好み焼きも広島だと広島風だとは呼ばないもんな。まさにその通りなのよ。さすがマリサ、食べ物の話題になると冴えてるわね。えっ変なんだぜ。次の加須うどんは名前の通り加須市で食べられるわ。こちらも地元では手打ちうどんまたは加須の手打ちうどんと呼ばれるのよ。埼玉のうどんは基本的にコシが強いんだけど、加須うどんはツルツルした喉越しを楽しめるわ。食感に偏りがないのは珍しいんだな。好みや気分に合わせられるのは嬉しいぜ。加須うどんのルーツはかなり古くて、元禄時代の文献にまで現在の加須うどんの存在が確認されているわ。昔の埼玉の人はうどんに対して相当こだわりがあったようで、うどんを打てなければお嫁に行けないなんて言葉も残っているのよ。え、そうなのか。じゃあ埼玉の女性は全員うどんが打てるのか？中にはうどんを打てる女性もいるかもしれないけど、今はそういった風潮は全くないわ。そして定番ご当地うどん3つ目は熊谷うどんよ。熊谷市産の小麦を使用すると熊谷うどんを名乗れるわ。町おこしきっかけで生まれたうどんだから、熊谷市産にこだわるのが特徴よ。出汁やトッピングに決まりはないのか？調べてみたけど、熊谷市産にこだわるのが熊谷うどんの定義みたいだわ。いろんな埼玉にはいろんなご当地うどんがあるんだな。見た目や食感だけでなく定義まで様々とは驚きなんだぜ。そうね、ここまで紹介したのは基本的なうどんだけど、いわゆる煮込みうどんらしい煮冒頭や、日本一川幅のある荒川をイメージした、とても太い麺が特徴の鴻巣川幅うどんもあるわ。他にも、ソース焼きうどんや薬味を楽しむすったてなど、埼玉は本当にいろいろなご当地うどんが楽しめるわよ。ご当地うどんといっても、固定のメニューじゃなくて方向性が様々で面白そうなんだぜ。気分や好みに合わせて選べるの嬉しいよな。実は音楽が盛んな埼玉。思えば埼玉ってあまり行ったことないかもしれないんだぜ。そうなの？埼玉は音楽イベントも盛んなのよ。埼玉スーパーアリーナは国内アーティストだけでなく、海外アーティストのライブ会場にも頻繁に選ばれているわ。ニーヨやビヨンセなどの超大物アーティストも埼玉スーパーアリーナに来てるのよ。首都圏にはたくさんのライブ会場があるけど、海外アーティストに選ばれやすいってことは、埼玉スーパーアリーナってそんなにすごいのか？国内の屋内会場としては最大級なの。埼玉スーパーアリーナの収容人数は3万7千人で、知名度の高い武道館は1万4471人だから倍以上の人数が収容できるわ。それに座席や空間が選べる可動システムを採用してるのも特徴よ。それぞれのイベントに合わせた理想の形に合わせられるわ。主に使われるのは、スタジアムモード、メインアリーナモード、ホール、コミュニティアリーナね。大きさだけでなく、いろいろな見せ方ができる汎用性の高さも魅力なんだな。しかも埼玉新都心駅から徒歩約3分にあるから、県外の人でも訪れやすいのよ。広くて使いやすい設備に加えて、アクセスの良さまで備えている。それが埼玉スーパーアリーナなのよ。駅から徒歩3分なら、方向音痴な私でも迷わずにたどり着けそうだぜ。埼玉がなぜダサいと言われるようになったのか。前は埼玉はダサいって風潮があったけど、埼玉っておしゃれで魅力的な街じゃないか。わかってくれればいいのよ。でもなんで埼玉がダサいって言われるようになったんだ？他の東京と隣接する都道府県には海があるし、東京都内に住む人があまり埼玉に行かないのが理由ね。それで埼玉は何もないと思われていたの。埼玉って綺麗な川はあるけど海はないもんな。でもこんなに良いところが多い埼玉がそこまでディスられるなんて、大きなきっかけがあったんじゃないか？ダサい玉なんて言葉もあるくらいだし。まず今から40年前の1980年代前半に遡るわ。当時なぜか埼玉というムード歌謡が話題になったの。なぜか埼玉って映画の飛んで埼玉の挿入歌にもなってたよな。
シュールでなんとも言えない歌詞だった気がするぜ。そうそう、1980年代前半になぜか埼玉が人気になった時に、人々の注目が埼玉に集まり始めたのね。その結果ダサイタマという言葉が生まれてしまったの。ローカルなノリじゃなかったのか？残念ながら、埼玉をダサいっていじるのは全国的な大流行だったのよ。そこまでいじられるのもなんだかすごいな。埼玉県の人としてもそこが美味しい部分だったのかもね。美味しいとは？いじりって行き過ぎると相手を不快にさせてしまいかねないけど、適度ないじりは初対面の人でも、一気に距離感を縮められる場合が、という意味よ。実際にダサイタマって言葉が流行した1980年代前半に、埼玉県の人口も急激に増加しているの。本当にどうしようもないところだったら、そもそも住めないもんな。その通りよ。心の広い埼玉の人はダサイタマという言葉をうまく利用しつつ、対人関係もうまく立ち回ってきたはずよ。ダサイタマとか、埼玉県民にはそこら辺の草でも食わせておけとか、いろんな埼玉いじりをする言葉があるけど、実際にはおしゃれで住みやすい街なのか、深すぎるぜ。埼玉はおしゃれ。埼玉って本当におしゃれで魅力な多彩玉だったんだな。名所もあるし、名物のご当地うどんもいろいろあるし、楽しいイベントが行われる大きな会場もある。こんなに良いところ尽くしなら確かに住んでみたくなるな。埼玉って住むにも遊びに行くにも楽しいでしょ？みんなも埼玉のおしゃれで魅力的な部分を知ってたら、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいわ。楽しい場所や面白い場所、美味しいものなど、埼玉らしい魅力がわかるものなら何でも大歓迎なんだぜ。そうね、それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。